二人でやってくる。かわいいね。かわいいってやってて。かわいいね、かわいいね。一番かわいいポートレートですか？全部です。あ、これが新作ですね。オイラン。オイラン編みタイツです。まあ本人が一番可愛いんですけどね。カットしないでください。ヤッピーさんのおすすめのポートレート。おすすめポートレート、え、よしよしよし。あ、これはいや可愛いね。そう、可愛いだよ。そうなんです。そう、でもあのこれは私服なんですけれど、おお、かっこいい。みんなはコスチュームと思います。あ、確かに、ね、コスチュームじゃないですよ。ヤッピーの私服だよで、でもこれペアでいいね。お、同じ色です、ね。そう、私服。そう、このペアで、このデュオで、コンビでお願いします。お願いします。やった。私服、私服、私服、コスチュームじゃない。あ、あ、売ってんの。愛さん、愛さん、愛さん、目が、目が、しまよりますよ。愛さん怖いな。あんた二十何歳だっけ？いつも、え、いつも可愛いと思ったのに。あ？14歳。あ？若かったんですよ。二十何歳だっけ？14歳になりました。なんだそのツインテールはよ。中学2年生になりました。14歳なんて14歳は言わないぞ。4歳ぐらいだぞ。でも中二病っぽくないですか？本当ふざけてますね。この子ね、ふざけてますね。あ、失礼だぞ。愛さん怖いな。あ、方言、方言シリーズ。方言？じゃあ大阪ということで方言シリーズ行かせていただきたいと思います。めっちゃ好きやで。合ってます？合ってます。東京都弁は何ですか？え、一緒です。え、一緒です。めっちゃ好きやで。あと他に何かないですか？めっちゃ、まあコテコテだと好きやねんって言う。めっちゃ好きやねん。かわいい。あ、いい感じですね。ってことで、ということでよろしくお願いします。これね、あの全都道府県やっていこうと思うんで楽しみにしてて。え、首かしげ。え、首かしげ。なんでいらないの？種類がめんどくさいということで、はい、またよろしくお願いします。おいしそう、おいしそう。なんかすごい嬉しそうな顔してる。すごい。いただきました。ありがとうございます。写真撮ってると